いよいよテクの結果を見ていきたいと思うんですが、はい、痩せてる、あれ、相手の場所が分からない、そこです、テスト結果ですね、すごい、はい、出た、うわ正答率出ますので、はい、おなかなかないです、このアビメは。さあ、始まりました、もちチャンネル。さあ、今回はですね、はい、久しぶりに松原さんにおいでいただきました。はい、松原さん、トイック受けたということで、はい、いよいよトイックの結果を見ていきたいと思うんですが、はい、その前に痩せてる、頑張りました、ちょっと、はい、まあこのダイエットに関しては多分サブチャンネルで出すと思うんですけど、はい、サブチャンネルでちなみにやってたんですよ、ダイエット企画。そうなんです。でずっと逆に太ってってそうそうそう多いってなってたんですが、ついにですね、本腰を入れて、はい、トイックとダイエットちょっと頑張って、両方やってて、はい、で何キロ痩せたんでしたっけ。約3週間で17キロ、はい、前のすごい、3週間で17キロですよ、普通の体じゃないです、はい、で食べてないんです。そうです、GIP と GLP っていうのは注射を打って、はい、まあ、お腹が空かない状態にする、まあ、栄養状態は注射とか薬でよくして、でとにかく食べない、麦茶とコーヒーのみ、で痩せていく。で低血糖とかになったらやっぱ危ないんですけど、はい、それもなんかホルモン調整してくれるなんか注射というか、そういうという、なんか結構アメリカでは主流の最新のダイエット医療らしいんですけど、日本ではまだあんまり、はい、怖っ僕はモルモットです。はい、なるほど。いや、前のね、昔のこの写真とかあるんで、はい、これがですね、あのダイエットを始めた翌日の6月25日の、はい、写真で、こんな感じですね。この日の前日から始めたので、はい、すごい顔で写ってる受けたのが何月？6月25日、ね、6月25日の、はい、午後でしたね。あ、午前あ、午前で受けたんですね、はい、はい、午前で受けました。じゃあその6月25日午前の結果を見ていきたいと思います。はい、はい、ではあれですよね、いつもよくトイックさんからメールマが飛んでくるんで、はい、そこから入ればいいんですよね。まあ会員ログインして、まあちょっとね、分かりにくいんですね、トイックもうちょっとね、これ分かりやすくしてくれればいいんですけど、はい、あれ、ID とパスワード分からないと思ったらちゃんと入ってました。ああ、よかったですね、記憶されてましたね。 ID とパスワードと分からないでログインできないとかっていうオチはやめてください、はい、あ、ちなみにそこ押しても出ないです、はい、すぐには。あ、じゃあ、はい、まずちょっとログインします。ログインしてもすぐには出ないんで、はい、でその後にまたこの画面になって結果を確認するっていうのが下にあると。目標何点にしてたんですか。目標は、まあ、600いったらいいかなと思うんですけど、まずまあちょっとスタート地点なんで、はい、まあ、500ぐらいから始めていきたいな、はい、で最終的に、まあ、800超えたいなっていうところですね。年内800ということで、はい、そこです、テスト結果ですね。そこの黒いやつがありますんで、こちらちょっと怖いですね。リアクション取ってくださいね。はい、もうサムネそこですから。ベーシスの関わりをこれで切られる可能性が、ね、英語塾、オンライン英語塾ベーシスありますんで、さあ、よろしくお願いします。いきましょう、はい、いきますね。あ、ごめん、はい、出た、うわリアルリアル前回の公式問題集と大体リアルリアルですね、はい、485点です。リスニングはね、まあこんなもんかな。うわ、リスニングは納得できるんですけど、リーディングはもうちょっと いけてる気がしたんですけど、はい、うわ、リアルですね。これほんまにやっぱりすごいですね、トイックってちゃんと出ますね。リスニング190、リーディング295、はい、ということです。まあ音声聞こえないと言っていましたが、本当に聞こえないです本当に聞こえないんですね、はい、ということで、まあこれが現実でございます、ね、はい、こっから、うわさあ、細かく見ていきますとですね、正答率出ますので、トイックっていうのはですね、はい、そちらをアビリティーズメジャードというのがあります、はい、そちらのまあ見方の動画も出ているんですが、そちらを見たいと思います。こちらですね、これですか。でダウンロード PDF と、はい、これですね。でこれで正答率が出ます、この下ですね、これです、はい、おおリスニングのアビリティーズメジャードがすごいええ、これまずい、すごい低いところですね、はい、あ、いや、あ、見たこと、いやだってこの一番下のコマ 7% ですよ、これフレーズや文から。でも逆にこの短い会話は 50%、 53%、 ポジティブ。いやでもやっぱね、分かるのが後で細かく見ますけど、文法だけが95。文法めっちゃすごくないですか。全然勉強しないですよ、一応受験英語で少し教えてるんで
文法だけがめちゃめちゃ高くて、もうやば、偏りが半端ない。なかなかないです、このアビメは。見ることがないアビメですね。今まで数えきれない数見てきましたけど、まあだから大学だったり専門学校で教えてきて、まあいろんな子たちのを見るわけですよ。何回見てるか分かんない、1000回以上見てると思うんです、はい、他人のものでも、はいはい、いや1回もないですね、こんなアビメ見たことないわ。これが私立文系受験指導者の末路ですね。いやこれはね、そっか、センター試験にもリスニングなかった時代ですね。なかった時代ですね、ギリギリ、はい、うわー、はい、いきましょうか。はい、最初短い会話ナレーションなどの中で明確に述べられている情報がですね、これ下がですね平均なんですよ、はい、あ、62、日本の平均62に対して19ですから、めちゃめちゃ低いですね。偏差値29。はい、でもパート1、2なんですけど、これは。なるほど。次は長めの方ですね。はい、長いアナウンスナレーションの中で明確に述べられているもので、平均57に対して36。はい、で、さっき言った短いからナレーションなどにおいて、詳細が理解できる。お、半分いってるじゃないですか。いや、平均見てください。82です、ね。はい。平均82に対して53ですから。全然半分いって喜んでちゃダメです、これ。ダメですね。はい、で、長めの会話ナレーションなどにおいて、詳細が理解できるが68平均で49。最後がまあ一番難しいんですけど、はい、この暗示の問題ですね、はいはい、パート2の変化球問題とかパート3の板問題なんていうやつなんですが、これがね平均50に対して7ですから、どうやってこんな外せたんだっていうぐらい、逆にすごいですね。はい、もう外しまくってる。確率のデータ 25% ぐらいいきそうですね。そうですね、まあ連動するんですけど、実はこの5個目の項目っていうのは上の項目と連動して2つの項目に関わってくるやつなんですが、それにしたって7って見たことないや、なかなか適当にやったって当たりますからね、すごいですね、やばばばば。はい、でも大学時代に受けたリスニングは150ぐらいだったんです。ちょっと上がってます。まあ今の方が難しいですからね。はい、そしてリーディングいきましょう。リーディングですね、はい、はい。最初文章中の情報をもとに推測できるパート7の方ですけども、はい、平均57に対して52。7は時間なかったですね、はい、ちょっと。ああ、やっぱり。で次は文章中の具体的な情報を見つけて理解できる、これも7。はい、平均58に対して56。一つの文章中の中に散りばめられた複数の文章間の、まあこれが照らし合わせ問題っていうね、7や6にあるやつなんですが、57平均で53。全部平均以下ですからね、ここまでね。はい、で、5位。語彙が57に対して52。これちょっと単語帳ちょっともうやんないと。単語帳は一応3節覚えたんですけどね。覚えられてないっす。覚えてないですか。はい、使える側になってないですね、平均以下ですから、ね、で文法が平均73に対して95と、これだけがもう異様に高い。まあ日本で英語指導する人の典型みたいな感じですね、これね。文法だけは知識がすごいと。全く文法勉強しないですけどね、今回ね。まあだから先生とかってこういうのなりがちで。ああそうなんですね。まあさすがにこんなにリスニング低いのはあんまりないですけどね、英語の先生だと。それで留学した時に困るっていうのはよくあるんですけど、一般の人は文法すらできないですから。偏りがすごい、すごい。見たことないわこんなアビメ。いやー初めて見ましたわ。いやなかなか、なんかでも文法だけできてるって言われたらちょっとまたやる気出ますね。ちょっといやじゃあこれからちょっと本当に勉強していかないといけない、ね、ってことですね。リーディングはなんか結構見えたなと思ったんですけど、うん、リスニングが要はもっと暗中模索みたいな感じの状況なんですよね、はい、いやもう本気でやらないといけないですね。まあまあ表現を覚えないと聞こえないんで、語彙はもっと確実に、まあだから筋フレとかもうまあ意味単語一訳でバーって回してもらったんですけど、はい、発音むちゃくちゃだったんで、そうですね、デタラメな発音で暗記してたんで、だからちょっと発音ですね、音入れて音とともにちょっと筋フレだったりを回してもらうのが大事かなと思います、はい、ベーシスの指導ね始まると思うんで、はい、1回だけオリエンテーション、ね、はい、オリエンテーションやって、ではこれからちょっとやってもらう、こっからどんだけ上がるかですから、はい、お知らせは前回平先生お願いして返金プログラムみたいなの使ったんですけど、あんまり反響なくて、まあ僕も今見てもなんか分かりづらいなと思ったので、いろいろ考えた結果、僕もやっぱこう3ヶ月とかで結果出したいので、ベーシスの指導3ヶ月間受けて、まあ要は4ヶ月目にトイック800到達したら月謝全額返金、全額で半年受けて7ヶ月目に受けて800超えたら半額返金。はい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 、なるほど。だから月謝ゼロか月謝2万4000
3145円。なるほど。面白いプランにしてみたらどうかと思いまして。もう全額出しか半額。そうです。っていうの、はい、試験的に、まず10名限定、ちょっと興味がある方があれば、概要欄の、イベント本部に、はい、ちょっと問い合わせいただいて、で、実際ちょっといろいろ学力テストとか、面談とか、あと最初のスコア、もしあれば、それもちょっと共有いただいて、はい、要は僕の勉強仲間一緒にやりたい人を集めたい。はいはいはい、なるほど。で、僕も実は月謝払ってるんで、返金してもらおうかなと。おー、なるほど。はい、いよいよこれから指導始まって、はい、こっからですか、ね、伸びなかったらネガキャンになっちゃうから僕にかかってます、ね、そうですよ。いや、ここからちゃんと英語勉強していただきますんで、はい、もう、はい、痩せてさらに英語もできたら、はい、ちょっとはモテるかもしれないです。モテるかも。そっちそっち、はい、そっち、はい、ということで、じゃあちょっと、じゃあサブチャンネルでダイエットの方は聞いていきたいと思いますので、はい、お願いします。はい、じゃあとりあえずスタートの点数はこれということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、面白かったですね、これ。いや、びっくり。